本日は約1年ぶりの大川神経バランス整体横浜院さんに行ってきました。肩痛に悩む翔平を救う大川先生のゴッドハンドが炸裂。今回はそんな中で事前チェック等々をお届けいたします。そして事前チェックの中では先生との信頼度チェック?なんだこれは。足を持って信頼度を測っています。めちゃくちゃ気になりますよね。足ぐるぐる回しておりますが、気になる内容は本編をご覧ください。よろしくお願いします。痛みはどのあたりが今、後ろ側ですね。手をこうしていただいて、肘曲げて、で肘をこういうふうにこう抵抗するので伸ばしてもらっていいですか。はい、これ痛みでもあ、きます、ここに行きます、裏側に行きます、ね、はい、はい、あ、ここで痛いですね。ってことはやっぱ類眼ちょっと厳しいですね。そうですか、ね、あ、それだ、ここ目が違うな。じゃあ前長いしていただいて、押すから耐えて、はい、これは痛みが大丈夫です。大丈夫です。こういう風です。あ、まあ、これはそれはちょ大丈夫っちゃ大丈夫です。痛みはそこまで出ないです。ないです。はい、これ押した痛みは、あ、それ痛いです。これ痛いですね。痛い、それ痛いです。上にグッと力入れてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。親指上ですね。小指上です。ちょっと力入りづらい、入りづらいですね、はい、で今度そしたらじゃあうつ伏せになっちゃいましょうか。はい、で背筋でぐーっと反って、で僕押すんでこの位置で耐えてください。はい、よいしょ。右全く入らない。ダメです。やっぱち、あの可動域でテストでも痛みが出るし、はいはい、あとこう力も抜けちゃってるんで、ではリリースの瞬間も抜けちゃうはずなので、そうです、ね、そこも戻していかないとなかなか痛み取れていかないかなっていうところですね。はい、じゃあちょっとボールも実際投げましょうか。はい、はい、しっかりと、そうですね、ちょっと遠くになると痛みが、そうです、うん、ちょっと近いとやっぱり、うん、そうですね、さっきこの、まあ、この力も抜けちゃってますし、まあ、この可動域もないので、こう肩甲骨からこういってほしいところが固まっていかずに、もう肩だけで無理くり投げちゃってるので、そこもちょっと改善していかなきゃいけないかなっていうところではあります。はい、わかりました。はい、し、で、施術に入るにあたって、はい、まず体の状態がこう僕とのこの信頼関係ができてないと、はい、なかなか治療効果が出ないので、はい、その信頼度をちょっとチェックします。信頼度チェック、信頼度チェックです。で、足をこう上げると、はい、僕がもう力抜いていいので、はい、これだと揃ってると大丈夫、はい、で、の要はダメだとずれる。あ、今僕がちょっとその設定をしたので、はい、で信頼度が80以上あると、まあ施術の効果が大丈夫と言われてますので、はい、ちょっとチェックしていきますね。はい、まずじゃあ50より信頼度下が大丈夫、ちょっと上げてみます。60、70でずれるので、今僕と翔平さんの信頼度が60なんですよ。であとこの状態だと施術の効果があまり出ないの でそしたら、深呼吸しましょうか。で僕もちょっと翔平さんに息合わせるので、
で、もう一回チェックしますね。はい。信頼度60、70、80、90、100、100。 OK。 で、これで今信頼度が要は体が僕に預けてくれてるサインになっていきます。で、施術を開始していいか。リス水分大丈夫。よし、よく施術に入ります。水分は分かる。まあ、施術もこう組織的なというと、まあ、例えば神経とか、なんか人体とか、まあ、なんか聞いたこう筋肉とかって、まあ、いろいろアプローチがあるんですけども、今こう体に尋ねた時に血管、要は血流の流れが悪くて状態が悪いですよっていうサインが出てたので、で僕はちょっと血管のちょっとアプローチかけて施術を入っていくので、そしたらじゃあ向こう向きで、向こう向き、はい、はい、で左手でこうリラックスしてもらってます。はい。はい、多分あの時去年でしたっけ？去年とは違う。あ、あの時も全然バージョンアップしてます。マジですか？はい、より洗礼されてるかなと思います。あの時は緊張状態とかっていうお話でした。そうですね。はい。その緊張を作ってるのが、まあその呼吸もあるんですけども、はい、あともうもっと細かく見て。ます。揉んだりとかしないですもんね。揉んだりはあまりしないです ね、 そうね。去年度胸抜かれましたね。ね、勝手に肩回ってんのか。あ、そうでしたね。そうそうそう、ボール投げれないと野球って本当つまらないですもんね。そうですね。打つっていう方を今メインシフトしてやってるんですけど、ね、やっぱ投げたいですよ。そりゃそうですよね。鬼スライダーをまた。そうなんですよ。すごい引っかけるようになっちゃって、痛くてちょっと力入れたいところに入れられない。入らないですもんね。そうなんですよ。去年こうやって回ってたんですよ。そうですね。どうしようね。去年だとあれはもう神経にも限定してアプローチしてたんですけども、はい、今日は、まあ、あの人それぞれなんですけども、小林さんの場合はその血液の方に問題があるので、血液の流れを良くして血液にドロドロすぎるんじゃない？かもしれない。食生活気をつけて。食生活気をつけてお酒は飲まれるん？全く飲まないですよ。ああ、なるほど。じゃあ脂っこいもの食べたりとかは。そんなないですかね。誰だ、さっき。なんだっけ？じゃがりこ食ってたの。じゃがりこ脂っこいか？いや、あれ油でですね。油揚げてますから。じゃあ油。昔の動画拝見させてもらったんですけど、はい、違う、めっちゃ安いですよ。コロナとかで家にいた期間が長くて、うん、食事の方が多かったってもありますけど、うん、最近それも力みもあるし、うん、自律神経が少し失調症かなって、うん、三宅さんも、三宅さんってなんか経験ありますよね。三宅さんも、三宅さんもそうですね。ですよ。あと一個問題があって、あ、はい、逆流性食道炎、うんうん、ずっとなんですよ。辛いですよね、あれも。それどうしたらいいのかなって。あれはあの風船のトレーニングですもん。思うですか。はい、なんか両陛からあのなんかあの誕生日プレゼントで、はい、なんかなんだっけ、あれはサプリ、サプリのなんか変なカプセルの、はい、なんかハーブとアラブさんが入ってるやつをもらって、お腹の中でなんかこう燃えるよみたいな、あ、はい、熱くなるよみたいな、うん、それを飲んだんですよ。はい、逆流性食道炎始まってカプセル戻ってきたんですよ。そしたらめっちゃ辛いっていうか、うーってなって、なね、これを持ってくんなよみたいな。それ最悪ですね。最悪でしたね。はい、はい、おお、自然体なんだ。猫背になってる今は。そんな感じ。マジですか、うん、自然体なんだ。
みたいな。うん、胸張ってる春日みたい。嘘。そのまま右人差し指を立てれば春日だね。トゥース。こっちだったっけ？こっちは右だっけ？あ、とかトゥースは左か。あ、トゥース左なんですね。あ、そっか。気管支もちょっと調子悪いんですか？調子もともと咳すごいですよね。あ、ですよね。なんとかなんですか？気管支がちょっと。気管支。まあ感覚の話ですけど、ちょっと気管支で反応が出てたんで。お医者さんよりお医者さんの気がする。気管支も実はそのうまく動かないと胸が開いてこないので。はい。咳がすごいですよね。空咳が結構前はめちゃめちゃ多くて、マシになって、マシになってきました、ね。昔はやばかったですよ。びっくりして、気管支って言われて。全然肩でも何でもないところまで。そう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 、そう全く。結構あと内臓の位置とかでも痛みが取れない方もいらっしゃるんで、肝臓の位置であったりとか。先ほども2人君らはちょっと肝臓悪いんじゃないちょっと。みんなみんな、こっちみんな、ね、で福岡県民だから彼はすごいのでしょうね。もうこの年で何歳だっけ、24だっけ。24でも引っかかってるんですね。気をつけて、気をつけてください。両平が28だっけ今。28になりましたね。でも健康診断オール A ですから。素晴らしい。肝臓以外オール A です。肝臓以外自慢すんのよ。俺も脂肪以外は全部脂肪オール A だから。でも太れるって元気な証拠っちゃ元気な証拠ですよ。本当すか。元気ない人はやっぱ痩せちゃいますね。君か。あ、ちょっとあんまそっちに導かないでいいかな。喉太っちゃう。どうぞ。それをいいことに食べますから。そうそうそう。いや最近ねプロテインもらったんで、ダイエットプロテイン。そういう点で言うと食生活とかでも、はい、やっぱ肩痛とかの変あの変わりとかも出てくるもん。ああ出てきますやっぱり。その暴飲暴食で要はお酒とか飲まれるとこう肝臓が少し腫れたりするんですけども、はいはいはい、そうするとやっぱ腕が上げづらくなっちゃったりとか。気をつけます。これ脂っこいやつだけどこれが徐々に動いてきましたね。分かりづらいかもしれないです。全然さっきまでこれロックしてたんですけど。あーそうか。それそれそれ多分左が多分ロックがあんまりないはずなんで、にゅるっとこう柔らかくいくんですよ。この動きとかもしないんで。あとストレスもあります。ストレス、ストレス感じるとやっぱりどうしてもそうですよね、こう働いちゃうので。最近ストレスはすごいやばいんですよ。眉毛動かすんじゃねえよ。意味深な笑いを浮かべんな。ストレスはやばかったです。今ちょっと落ち着いたんで、うん、年末の動画が現実になりましたね。そう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 、そうね、ドッキリでね。グワンってグワンってグワンっていきましたね。今それ自然体ですか。自然体、自然体。全然胸張ってるの違う、ね、マジでできましたね。マジ全然無理しないよ。今回はここまでになります。初回から度肝を抜かれる施術でした。次回以降も驚きの施術が続きます。大川神経バランス整体横浜院さんの各種リンクは概要欄から。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではおいしょー。いけいけいけ、そう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 。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。